じゃあ、美味しい餃子10個、はい、激苦餃子5個これをだからもうこれを全部いけましたね。もうポップ、うわ、うまそう、嬉しい、おめやなこれ、嬉しい、おめ食べていい、はい、どうも、嫁サックです。どうもです、安武です。イエーイ、おたどたどしい感じが始まりましたね。初めてのこのスリーショットですからね。珍しいスリーショットで、はい、今日はですね、はい、なんとこの3人で、うん、カジサックにドッキリを仕掛けたいと思います。いやー来ましたね。来ました、楽しみでしょ。楽しみです、はい。まあ、実はですね、はい、僕以前あのカジサックにドッキリを仕掛けて、はい、思いっきり失敗するという案件がありましたね。はいはい、すっごい面白かったです。僕は全然面白くなかったです。ちょっと詳しい内容はですね、あの概要欄の方に貼っておりますので、はい、そちらの方を見ていただければと。ぜひ気になる方は見てください。だから今回は、うん、もうリベンジもかかってますから、なるほど、もちろん気になる内容なんですけれども、はい、愛する妻の、作った手料理がめちゃくちゃ苦かったらカジサックはどんなリアクションをするのか。嫁サックは実際どうなんですか、そのドッキリをするっていうことは、うん、すごいやりたかったんです。そうなんすね。そうなんです、やりたかったんですね。はい、はい、で、今日作っていただく料理なんですけれども、はい、餃子の方を作っていただきます。あー、餃子、はい、好きですよね。すごい好きです。はい、あの子供たちも好きですし、うん、よく作ります。そうなんですよね。あとあれですよね、はい、あのトンボさんの、はい、あの どっちの料理でしょうの第2回。なんでそんな申し訳ないです。トンボさんがね、なんかちょっとごちゃっとしたごちゃっとコメント欄をもうね、あの見れないように設定したいと思ってるんですけれども、餃子作っていただいたんですよ、はい、大葉入りのやつが好きやっておっしゃってましたね。言ってたんですけれども、はい、今回はその大葉の代わりに、はい、センブリをぶち込みたいと思いますよ。嬉しそう。苦いですよ。むっちゃ苦いやつですよね、あれ。センブリはもうシャレにならんぐらい苦いですから、ね、飲んだことあるんですか。僕はね、1回だけありますね、うん、やっぱ苦いです、ね、もうゲロ苦です。流れなんですけれども、カジサックはですね、今あの吉本本社でカジサックの取材をやっておるんですよ。はい、はいはい、その取材終わりでこのご自宅でそのままカジサック会議をやろうという流れになっております。はい、いつもあのやってるやつですよね。そうです、うん、だから今から2時間ぐらいあるので、はい、その2時間の間に仕掛けていきたいと思います。なるほど。ちょっと時間とかもね、気にしながらやんないと、はい、2時間後にも帰ってきちゃいますもんね。そうですね。はい、ただ僕1個ちょっとね、はい、気になってるとこがあって、はい、格好どうしようかなっていう、その帰ってきた時に確かに梶原雄太で大丈夫なのかっていうところ、そっか、そこだけがちょっと心配なんですね。でも結構あのまま帰ってきますよ、うん、あ、カジサックのまま。そうです。あ、ジャージのまま帰ってきます。ジャージのまま大体帰ってきます。そうジャージのまま帰ってくるな。じゃあ、まあジャージ着てなかったら、はい、まあ、その時はもう仕方ないです。もう行っちゃいましょう。これはもうガチンコでやっております。はい、カジサックが帰ってきます、はい、会議をしてます、はい、そしたら良きところで、うん、餃子作ったんだけど食べるみたいなことをちょっと嫁サックに言ってもらう。なるほど、はい、そしたらテンション上がるでしょ。ええー、やないかいみたいな、はい、うん、食べたいやないかい。そんなんじゃないでしょ。いや、テンションは多分上がると思うんですけど、そこでどんなリアクションをするのかっていうことなんですけれども。ああ、なるほど。どんなリアクションをすると思いますか、うん、でも我慢する気がします。ちょっと料理で失敗したりした時とかも、はい、基本的にその場では美味しくないとかって言わずに、うん、なるほど、子供たちが出てからちょっとあれ味薄かったなとか、なるほど、いうタイプなので、はい、トンボさんと安武さんがいる前では言わない気がします。だからその微妙なリアクションをちょっと楽しんでいきましょうよ。はい、はい、ということで、ちょっとトンボさん、あれ、はい、いつもの言いましょう。あ、いいですか。はい、よいしょ。やりたかったんですよ。はい、ということで、じゃあ今日とね、ドッキリやっていきましょう、はい、せーの、オーナーシャス。さあ、というわけで、なんだこの野郎。行きましょう、作って、そのさーっていう、いや邪魔だな。手前に邪魔な人がいるんですけど。餃子は結構作るんですか、その。結構作ります。あ、そうなんですね。うん、めっちゃ手料理そうになって。じゃあニラをね、今が、うん、ちょっとすいません、トンボさん、あの、うん、奥行ってもらってもいいですかね。奥、ずっとあの嫁サックより手前に、おアップでトンボさんが映ってるんですよ。あ、ここ邪魔邪魔邪魔
なんか僕とか、うん、もうトンボさんもあると思うんですけど、うん、たまにそのご飯とかごちそうになるじゃないですか、うん、僕に関しては結構しょっちゅう、はい、そうですね、めちゃくちゃ美味しいですからね。結構意外と長いですもんね、安武さん。そうですね。でも一番長いのトンボさんなんですよね、実は。あ、そうか、そうですね、はい。その割に僕全然あれですね、ごちそうになってないですね。そうか、なんでだ、どうなってんだよ。おい、これ何個ずつぐらい作ります？5個ずつとかどうですか？あ、いいですね、5個ずつぐらいいいね、はい、じゃあ美味しい餃子10個、はい、激苦餃子5個、はい、これでいきましょうよ。それでいきましょう。楽しみだな。今回だって失敗する要素がないんですわ、はい、あ、前回はバレてましたもんね。そうなんですよ、途中で、はい、でもあれはダメですよね、うん、やっぱ無理やり食べさそうとする感じ。そうですね、やっぱバレちゃいますよね、はい、それはね、本当にね、反省してるんですよ。あと今回はですね、はい、高性能の、はい、あの隠しカメラ、あ、入手してきました。入手しましたね。すごい、絶対バレない。本気度が伝わってきますね。カジサックってあれですか、はい、キッチンにこう覗きに来たりしたり。あ、めっちゃしますね。あ、すげえ。お鍋の様子とか見ててくれたりするんです。え、それも手伝ってくれるってことですか？そうですね、たまに。優しいやん。もうそういうところも見たいね、いつかね、うん、なんでもないところを。あ、カジサックじゃない可能性あるんですよね。そうなんよ、格好なんよ。めっちゃ部屋着ですね。あれもう言ってる間に。いや、もう見てください、これ美味しそう。やっぱり料理は見てられるよね。本当ですか？あ、やってもらいたい、嫁サックにね。お、料理需要あります？いや、あるでしょ、嫁サッククッキング。サック氏を添えて。サック氏にはなかなか私かなわないですよ。確かにお二人ともお上手ですもんね。すごいよね。わ、見たいそれ。すいません、私すっごい目分量で作ってる。いや、でもここがいいんですよ。サック氏もなんかそんなおっしゃってましたけどね。そうなんよね、やっぱ上手い人ってさ、うん、もう目分量でいくよね、うん、もう種できました。あら、これ完成ですか？はい、完成です。はいはい。っていうか、あれ結構あれだけど、時間大丈夫ですかね？大丈夫です。あの、帰ってくるときは絶対 LINE くれるので。仲いいな。トモさんしないんですか、彼女さんとかに？彼女いねえんだよ。すいません。すいませんじゃない。トモさん、どんな人がタイプなんですか？俺っすか、はい、俺はですね、やっぱ興味あるかな、これ誰か。さあ、いよいよ、はい、こう種を入れるんですけれども、はい、とりあえずね、はい、これ1個、うん、こちら見てください、はい、センブリですよ。ゲロニガです。これ結構入れます？いや、結構。全部ですか？え。いや、いいんじゃないですか、いっちゃおう。うわ、これをだからもう子猫ね。うわ、全部いきましたね。あー、もう、あ、ちょっと、ちょっと苦いんですけど。匂い。ああ。なぜか。え？ああ、ちょっとあるかも。ちょっと待って、すっごい苦い。大丈夫かな。これはすごいぞ。でももう見た目見てください。これ全然わかんないからね、これね。見た目は確か全然ですね。うん、はい、ちょっととりあえず1個だけ作ってみましょう。はい。はい、作りましょう。はい。いやー、やり慣れてますね。そうですね。結構好きなんですよ、私この餃子包むの。あ、そうなんですね。はい。わあ、わあ、美味しそう。裏側の焼き色めちゃくちゃうまそうですが、はい、センブリ入りなんです。とりあえずこれがじゃあどんなものなのか、はい、ちょっとじゃあ安武さん、試食の方。え、いやいや、ちょっとトンボさん、ちょっと言ってください。いいのよ、安武で。こういうのはトンボさんが言って。安武なんよ。カメラ回してますし、ちょ、嫁さく、僕かトンボさんどっちがいいですか？じゃあトンボさん。なんで俺なの。こういうのはね、ちょっと面白いかな、はい、面白いかな。はい、食べますか、じゃあ。はい、ちょ、もう一思いに行っちゃうわ。はい、行ってください。いただきます。はい。もうポップ、うぅ。
これはすごい、めちゃくちゃ苦い。もうじゃあやばいじゃないですか。これはやばいかもしれない。どう思います、これを受けてカジサックどんなリアクションすると思いますか。いやいやいや、そこまでだったらもうちょっと厳しいんじゃないですか。これで我慢したらもう本当に大したもんですよ。でも我慢しそうですけどね。ちょっと大丈夫かな。ちょっと楽しみですね。楽しみですね。これは後味やばい。さあというわけで、はい、とりあえず5個ずつ作っていきましょう。はい、5個ずつ作っていきましょう。はい。あ、来たんじゃないですか。来ましたね。カジサックか。そうですね。何です、終わったよ、帰るねって書いてあるので。吉本からですもんね。そうです、そうです。30分ぐらいだと思います。これはちょっとペースアップしていきましょう。そうですね。はい。さあ、間もなく全部完成しますよ。はい。間に合いましたね。似合いましたね。なんとか、完成しました。この茶色いのがセンブリ入り、はい、そしてこの青いのが美味しい普通のやつです。はい、はい、できました。カジサックは果たしてどんなリアクションをするのでしょうか。帰りを待ちましょう。あ、お疲れ様でーす。帰りー。その格好のまま帰ってこられるんですね。そう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 、いつもそうやって。そうなんですね。じゃ着替えのめんどくさいし。まあ確かにね。そうそう、これ着てたら大丈夫やね。はい、まあまあまあ、確かに確かに。もうほんま暑いな、もう。もうね。マジで。夏どうすんすか。何が。ジャージ。それ問題あるな。まあでもね、冬も乗り切ったわけですからね。なんか着るとかで。プロゴルファー猿みたいな。プロゴルファー猿はだってあれでしょ、もう切りっぱなしのイメージでしょ。そうそうそう。ちょっとあのなんでイタクス出してるんですか。餃子作ったけど食べる。餃子、うん、めっちゃいいやん。そうマジで、うん、シャキキコやん。いや、めっちゃいい。めっえ、ほんまに。そういや、ちょっと小腹空いてたんで。あ、いける？はい。いいんすか？お腹空いてる？はい、お腹空いてます。わあ、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃうまいね、嫁の餃子。いや、僕だってどっちの料理でしょの時餃子いただいたんで、もうめちゃくちゃうまかったっすよ。めっちゃ景気食うやん。そうそうそう。今日、ちょうどご飯、お腹すく時間だなと思って今日は。優しい。もういい。恥ずかしい。恥ずかしいから、トンゴさん。これめっちゃいいやん。いやー、美味しそう。ご飯もあんの？ご飯。ご飯あるよ。確かにね。俺正直どこの餃子屋さんよりも、うん、みっこが作る餃子が一番うまいと思う。いやいや、美味しい。ありがとうございます、本当に。はい、ありがとうございます。すいません。どうぞ、全然。先行っちゃっていいですか？いいよ、全然。いただきます。いただきます。うわ、うまそう。嬉しい。嫁やなぁ、これ。嬉しいわ。いただきます。はい。うん。うん。どう？うまい。うまい。大葉が効いてるわ。効いてんのよ、これ。大葉がものすごいええ感じ。うまい。めちゃめちゃええ感じやろ。うまい。ご飯食べていい？はい。ご飯、ご飯ついとって。はい。うん、え、苦っ。おなげーどうだろうね、お前。え、苦っ。ちょっと待って、すぐ言ったな。じゃあ水それ何。高井さくえ、なんだドッキリ大成功。え、ちょっと待って、意味が分からない。高井さくあれ、分かります、あれ、実はあれ、カメラなんですよ。え、なん、え、どうしたん。めちゃくちゃ分かりにくいと思うんですけど、こうだ。
こうたんですよ。お前状況が分からへん。どういう、今回やらさせていただいた企画はですね、大丈夫ですか。愛する妻が作った手料理がめちゃくちゃ苦かったら、カジサックはどんなリアクションをするのかというドッキリをさせていただきました。ああ、そういう大成功ということで。大成功。あの、わかったわかった、大体わかりました、はいはい、そういうことですね、はいはい、僕は引っかかったというか、はい、にしても、はい、にしても、はい、苦すぎる。これはあかん。半端じゃないの。半端じゃないっすよね。もう体が拒否ったというか、はい、センブリ入りです。あ、センブリ。センブリです。びっくりした。めっちゃ苦かったわ。ちょっとほんまこれ食べて。いや、なんか僕は食べたんですよ、そういえば。え、どういうこと。いや、要はだから作ってる時に一応どんな感じかっていうのを一応試食してるんです。僕は食べてるんです。あ、食べたんや。食べたんだ。あ、じゃあこの苦さ知ってんの。知ってます。じゃあ、いや、安田くん。これ食べてないです。おい、はい、ちょっと、いや、これは、これは本当やです。これはほんまに食べて。いや、これだって、どっちみち、ね、はい、ごめんね、急にオンになって。ごめんね、急にオンになって。俺、どっちみちな、はい、あれよ、ちょ、タオル持ってきて、タオル。そういえばそうか、大丈夫。そういえばそうか、もういいよ、もういいよ。もういい、いい、え、もういいよ。いいですよ、いいですよ。じゃあ、これだけじゃないですか。なんで恥ずかしい。恥ずかしくないから。どっちみちな、はい、残さげにはいかへんから、はい、ん、安武。いやいや、僕はもうほんと、いいです、いいです。安武って食べてよ、見て。嫌です、僕はもう。ちょっと嫁さく、安武食べた方がいいですよね。いや、でもやっぱトンボさんの方が。なんでなんだよ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。